ホメーロス、ホメーロスは、紀元前8世紀末のアオイドス、銀遊詩人であったとされる人物を指す。ホメロスとも、西洋文学最初期の二つの作品、イーリアスとオデュッセイアの作者と考えれている。ホメーロスという語は、人質、もしくは、付き従うことを義務付けられたものを意味する。古代人はホメーロスを詩人というシンプルな異名で呼んでいた。 今日でもなお、ホメーロスが実在したのか、それとも作り上げられた人物だったのか、また本当に二つの女子詩の作者であったのかを断ずるのは難しい。それでも、イオニアの多くの都市、キオス、スミルナ、コロポーなどがこのアオイドスの出身地の座を争っており、また伝承ではしばしばホメーロスは盲目であったとされ、人格的な個性が与えられている。しかし、 彼が実在の人物であったとしても、生きていた時代はいつ頃なのかも定まっていない。最も信じられている伝説では、紀元前8世紀とされている。また、その出生についても、女神カリオペの子であるという説や、死生児であったという説などがありはっきりしない。さらに、彼は、キュクラデス諸島の家をすじまで没したと伝承されている。当時の女児主というジャンルを一人で代表する。 コメーロスが古代ギリシア文学に占める位置は極めて大きい。紀元前6世紀以降、イーリアスとオデュッセアはコメーロスの作品と考えられるようになり、また、ジョジシュのパロディであるカワズネズミ合戦やコメーロス参加の作者ともみなされるようになった。主にイオニア方言などからなる根性的なは、紀元前8世紀にはすでに古風なものであっテクストが固定された。 紀元前六世紀には、なおのことそうであった。両ジョジ詩は、ダクチュロスのヘクサメトロスで歌われており、ホメーロス言語はこの因律と密接に結びついている。古代において、ホメーロスの作品に与えられていた資料としての価値は、今日では極めて低いものとみなされている。このことは同時に、西洋においてジ、ョジ詩というジャンルを確立した文学的、はじめ、 主としての価値をさらに高めた。伝承では、ホメーロスは、盲目であったとしている。第一に、オドゥッセアで、トロイア戦争を歌うために登場する、アオイドスのデーモドコスが盲目である、ムーサは、デーモドコスから、メトリサッタが、甘美な歌を与えた。第二に、ホメーロス参加のデロス島のアポローン参加の作者が、自分自身について、石ころだらけのキオスに住む盲人と語っている。 この一節はときりですが、ホメーロスが自分自身について語った部分として引用している。盲目の吟遊詩人というイメージは、ギリシア文学の門切り型であった。の弁論の登場人物の一人は、これらの詩人たちはすべて盲目であり、彼らは盲目であることなしに詩人となることは不能だと信じていたと指摘した。リオンは詩人たちが、 この特殊性を一種の眼病のようにして伝えていったと答えている。事実、叙情詩人ロクリスの癖のクリトスは生まれつき盲目だったとされている。は、ムーサイの象徴であるスガルに刺されて盲目となった。ステシコロズはヘレネーをけなしたために視力を失った。デモクリトスはよりよく見るために自ら失明した。すべての詩人が盲目だったわけではないが、盲目は 頻繁に死と結びつけられる。マーチン・ピー・ニルソンは、スラブの一部地域では、銀遊詩人は、儀礼的に、盲目として扱われていると指摘している。アリストテレスが、すでに主張していたように、視力の喪失は記憶力を高めると考えられる。加えて、ギリシアでは、非常に頻繁に、盲目と予知能力を結びつけて考えた。テイレシアース、メッセネのアポロニアの、 キネハスといった預言者たちは皆盲目であった。より三文的には、アオイドスは古代ギリシアのような社会で盲人がつけた、数少ない職業の一つだった。イオニアの多くの都市、キオス、スミルナ、コロポーンなど、が、ホメイロスの出身地の座を争っている。デロス島のアポローン三加では、キオスに言及しており、シモーニデイスは、イーリアスの最も有名な修行の一つ。 人の生まれなどというのは、この葉の生まれと同じようなものを、キオスの男のものであるとしており、この修行は、古典時代のことわざともなった。ルキアノス、百二十から百八十五路は、ホメーロスを人質として、ギリシアへ送られた、バビロン人だとした、は、人質を意味する。百二十八年に、ハドリアヌス帝に、この件を問われた、デルポイの新託は、ホメーロスは、イタ系の生まれで、 テーデマコスとの息子であると答えた。石学の哲学者、プロクロス412から485は、著書、ホメーロスの生涯において、ホメーロスは何よりもまず、世界市民であったと、この論争を結論づけた。実際のところ、ホメーロスの生涯についてはわかっていない。八つの古代の伝記が伝わっており、これらは誤ってプルタルコスとヘロドトスの作とされている。 これはおそらくギリシアの電気作者の空白恐怖によって説明され得る。これらの電気のうち最も古いものはヘレニズム時代に遡り、貴重だが信憑性に乏しい詳細に満ちており、そうした詳細のうちには古典時代からのものも含まれている。それらによるとホメーロスはスミルナで生まれ、キオスに暮らし、キクラデス諸島のイオス島で死んだことになる。本名はメレシゲネス。 父は、メレス川の神、母は、ニュンペイのクレテイスであった。また同時に、ホメーロスは、オルペウスの子孫、重帝、もしくは単なる同時代の音楽家であったという。近年になり、アングロサクソンの作家たちは、オデュッセイアが、紀元前7世紀のシチリアの女性によって書かれたとする仮説を打ち出し、オデュッセイアに登場するナウシカは、ある種の自画像だという。 最初にこのアイデアを打ち出したのは、イギリスの作家サミュエル・バトラーのオデュッセイアの女性作家、1897年であった。詩人ロバート・グレーブスが小説、ホメーロスの娘でこの説を扱ったほか、2006年9月にも大学教員が、評論で取り上げている。また、ホメーロスの実在を疑問視するものもある。ホメーロスという名前自体にも問題がある。 ヘレニズム時代以前には他にこの名前を持つ人物は誰一人として知られておらず、ローマ時代となってもこの名前はまるで主に解放奴隷が名乗っていた。この名前は人質を意味しており、様々な物語がホメーロスが各々しかじかの都市から人質として渡されたのであと、この名前の由来を説明しようとしている。しかし、この語は通常は中世複数で現れるのであり、 男性型では現れないと反論されている。紀元前4世紀の歴史家キュメのエポロスは、キュメの方言ではこの語は、盲目を意味し、盲目であったために詩人にこの名が与えられたと説明した。その目的は、ホメーロスが同郷人であると示すことだった。しかしながら、この語は、他では、証言されておらず、また、盲目の語は、コグノーメーン、第三の名として見られることはあっても、 単独の名前としては付けられない。加えて、女ジ詩ジについては、匿名が一般的であり、作者の名前が添えられるのは例外であったとも強調されている。こうしたことから、ホメーロスの存在そのものが、作り事だという可能性も考えられる。は、ホメーロスという人物は、アテナイの学識者たちによって、紀元前6世紀に作られたとしている。バーバラ・グラジオ氏は、これらは、 むしろ全ギリシア的な運動だったのであり、ギリシア全土の銀遊詩人たちの表現に結びついているとしている。イーリアスとオデュッセアは、紀元前6世紀以降、ホメーロスの作品とされている。これらに大英雄女子誌の他に、キュプリア、アイテオピス、ショーイーリアス、イーリオスのうち、帰国物語、テーレゴニアが伝統的にホメーロス作とみなされてきた。 イーリアスのパロディである、喜劇的女児詩、カワズネズミ合戦や、ホメーロス参加と呼ばれる女児的な神々への歌三十三編の作者ともされているが、明らかにホメーロスの作品ではない。さらに、古代においては、兵士脅すがあらゆる形の教育的な詩の代名詞となっていたのと、同様に、ホメーロスの名は事実上すべての女児的な詩の代名詞となっていた。よって、 ホメーロスの名は、ジ,ョジシカンの女ジ,ジシの題名にしばしば結びつけられた。パロスのアルキロコスはホメーロスが、喜劇的作品、マルギーテースを書いたと考えた。ヘロドトスは、ホメーロスの歌があるゴスへの言及のために、四季音のクレイステネスによって追放されたと伝えている。このことは、テーマ意見もまた、ホメーロスのものと考えられていることを推測させる。ヘロドトス自身もまた、エピゴノイト、 キプリアの作者がホメーロスであるかには疑問を呈している。お、ホメーロスの作とするものもある。また、多くの古典期の作者たちが、イーリアスにも、オデュッセイアにも出現しない修行を、ホメーロスのものであるとして引用した、シモーニデース、ピンダロスなど。イーリアスと、オデュッセイアのみを、ホメーロスの作とするようになったのは、プラトンとアリストテレス以降であるが、それでも十六世紀になってなお、 デジテリウス・エラスムスは、カワスネズミ合戦が、ホメーロスの作であると信じていた。古代、中世のギリシア人たちは、一部例外を除いて、イーリアスとオデュッセアが、ホメーロスの作であることを疑わなかったが、近代になり、異論が唱えられるようになった。例えば、ホメーロスがもし、イリアスの作者なら、オデュッセアはそれより、少し広大の別人、あるいは、 複数の詩人になるものではないかという推測である。ホメーロスについての情報がわずかであるため、その存在自体を疑うものもある。今日では、両詩の原型は、ホメーロス、と仮に呼ぶ一人によって、それ以前の交渉文学を引用しつつ想像されたと、異説が有力であるが、問題は、未解決である。ホメーロスとは、誰なのか、一人なのか、複数なのか、両女自死の作者なのか、 文字の助けを借りて想像したのか、何時なのか、どこでなのか、こういった諸問題を称して、ホメーロス問題と呼ぶ。この疑問は古代にまで遡る。セネカによれば、オデュッセイアの創始が何人だったか、イーリアスはオデュッセイアより前に書かれたのか、これら二つの詩は同じ作者なのかといったことを知りたがるのは、ギリシア人の病気であった。今日、 ホメーロス問題と呼ばれているものは、の下で生まれたもののようである。彼は、同時代人たちのホメーロスへの異見に逆行し、1670年頃に学術的推測を書き、そこで、ホメーロスの作品を批判するだけでなく、詩人の存在そのものにも疑問を投げかけた。オービニャックにとって、イーリアスとオドゥッセアは、昔のラプソドスたちのテクストの衆にしか過ぎなかった。これと、 ほぼ同時代に、は、著書、思考の自由論に関する考察の一節で、ホメーロスは存在はしたかもしれないが、ずっと後になって、女子詩の形にまとめられた歌やラプソデアの作者で、あったに過ぎないと判断した。ジャンバッティスタ・ビーコもまたホメーロスは決して実在せず、イーリアスとオデュッセアは、文字通りギリシアの人々全体による作品出ると、考えた。 フリードリヒ・アウグスト・ボルフは、著書、ホメーロスへの序論において、ホメーロスが文盲であったという仮説を、初めて導入した。ボルフによれば、詩人はこの二つの作品を紀元前950年頃の、ギリシア人が、まだ筆記を知らなかった時代に作ったのである。原始的な形の歌であったものは、交渉によって伝達され、その過程で進化、発展を遂げ、それは、 紀元前六世紀のペーシストラトスの皇帝によって固定されるまで続いた。ここから二つの派閥が生まれた、である。カール・ラフ・ハマンのような分析主義者は、コメーロス自身による元の死を、後世の追加やなどから分離しようと試み、テクストの不整合や、後世の誤りを強調した。例えば、トロイアの英雄、ピュライメネースは第五課で殺されるが、それより、後の 第8課で再び登場する。さらにはアキレウスは第11課で帰らせたばかりの使者が来るのを待っている。これはホメーロス言語にも当てはまり、これに関してだけ言うなら、ホメーロス言語は様々な方言、主にイオニア方言とアイオリス方言や様々な時代の言い回しの寄せ集めからなっている。こうしたアプローチはホメーロスのテクストを確立した。 アレクサンドリア人たちにすでにあったものである、公実、統一主義者は、これとは逆に、非常に長い、イーリアスが15,337行、オデュッセアが12,109行詩であるにも、かかわらず見られる構成と文体の統一性を強調し、作者ホメーロスがその時代に存在していた、様々な素材から我々が今日知っている詩を構成したのだという説を擁護した。 二つの詩の間の際は、作者の若い時と年を取った時とでの変化や、ゴメイロス自身とその後継者との間の違いによって、説明される。今日では、批評家の大部分は、ゴメイロスの詩が高頭での創作と継承の文化から、筆記の文化へと移行する、過渡期において、それより、前の要素を再利用して構成されたと考えている。ある一人。 もしくは二人の作者が介在したことはほとんど疑いがないが先行する詩が存在し、それらの中にはコメイロスの作品に含められたものがあることもほとんど疑いがない。木馬のエピソードを語った者たちのように含められなかったものもあった可能性がある。イーリアスが先に紀元前8世紀前半頃に創作され、オデュッセイアバートに紀元前7世紀末頃に創作された可能性もある。 ホメーロスのテクストは長期にわたり交渉によって伝えられていた。ミルマン・パリーはその巧妙な論文、ホメーロスにおける伝統的な形容詞において、瞬足のアキレウスや白き腕の女神、ヘーラーのような原文では固有名詞形容詞の形の数多くの決まり文句はアオイドスの仕事を容易にするリズム形式に従っていると示した。 一つのを簡単に歴愛のハンクで埋めることができる。ホメーロスの詩でしか見られない。この方式は交渉による詩に特有とされる。詩歴史も参照パリーとその弟子のはセルビアの伸びパザル地方の銀遊詩人が文盲であるにもかかわらず、こうした種類のリズム形式を用いて完全な陰文による聴子を暗唱できる例も示している。これらの助辞詩を記録してから数年後に、 ロードが再び訪れた時も、銀遊詩人たちが死にもたらした変更は、ごくわずかなものであった。司法は、交渉文化において、テクストのより良い伝承を確保する手段でもある。ペーシストラトスは、紀元前六世紀に最初のを創設した。キケロは、アテナイの選手、ペーシストラトスの命令により、二つの女子的な物語が初めて文字に書き起こされたと報告した。 ペイシストラトスは、アテナイを通過する歌手や銀遊詩人に対して、知る限りのホメーロスの作品を、アテナイの筆記者のために呂賞することを義務づける法を、発布した。筆記者たちは、それぞれのバージョンを記録して一つにまとめ、それが今日、イーリアスとオデュッセイアと呼ばれるものとなった。選挙運動の時にはペイシストラトスに反対した、ソロンのような学者たちも、この仕事に参加した。 プラトンのものとされる対話編、ヒッパルコスによれば、ペーシストラトスの息子は、パンアテナイア祭りで毎年この写本を朗唱するように、命じた。ホメーロスのテクストは、羊皮紙もしくはパピルスの巻物、ボルメーン、ボリュームの語源に書かれ、読まれた。これらの巻物は、まとまった形では現存していない。エジプトで発見された、唯一の断片群の中には、 紀元前三世紀に遡るものもある。その中の一つはそれまでの常識とは矛盾する。以下のような事実を示した。最初にホメーロスのテキストの工程版を作成したのは、アレクサンドリアの文法形だった。アレクサンドリア図書館の最初の司書であったが、作業に着手し、後継のがテキストの句闘法を確立した。アリストパニスを引き継いだ。サモトラ家のアリスタルコスが。 イーリアスとオドュッセイアの注釈を書き、また、ペーシストラトスの命により確立されたアッティカのテクストとヘレニズム時代になされた追加部分とを区別しようと試みた。三世紀にローマ人はにコデックスの使用を広めた。これは今日で言うカリトジ本に近いものを指す。この形式による写本で最古のものは十世紀に遡り、これらは ビュザンティオンの工房による仕事であった。この一例として、現存する写本で最良のものの一つであるがあり、これをもとに1788年に、フランス人はイーリアスの最良のワンの一つを確立した。12世紀には、赤学がアレクサンドリアの注釈を修正した。サモトラ家のアリスタルコスによって確立された874の訂正のうち、 エウスタティウスは80しか取り上げなかった。1488年に、両作品の初版がフィレンツェで出版された。は、序子詩で用いられた言語であり、紀元前8世紀にはすでに古風なもので、テクストが固定された。紀元前6世紀には、なおのことそうであった。ただし、固定が行われる前に、古風な表現の一部は置き換えられ、テクストにはも入り込んだ。 超短単六っぽく角の因律は、当初の形を復元できる場合があり、またある種の言い回しが行われる理由も説明できることがある。この例として、紀元前千年期のうちに消滅した音素である、リガンマ、W が、コメーロスにおいては依然として、因律上の問題の解消のために表記も発音も、されないながらも用いられたことがある。例えば、イーリアスの第1課108行は、 古風などより新しいの二種の俗格や、また二種の複数予格とが統合して用いられることは、アオイドスが自分の意向で古風、新風の活用型を切り替えられたことを示している。古メロス語は通常は決して同時に用いられることのなかった、様々な時代の形式の根交物であり、これらの組み合わせは純粋に文学的な自由さに属するものであった。その上、 ホメーロス言語は異なった方言も組み合わせる。アッティカ語法やテクストの固定の際の変化は取り除くことができる。イオニア方言とアイオリス方言の二つが残り、それらの特徴の一部は読者にも明白である。例えば、イオニア人はが超音のアルファを用いるところでエータを用い、よって古典的なアテーナーやヘーラーの代わりにアテーネーやヘーレーという。 こうした二つの方言の還元不可能な教材の表現は様々な方法で説明しうる。実際のところ、ホメーロス言語は詩人たちにとってしか存在しなかった混合言語であり、現実には話されず、そのことが女子詩が日常の現実との間に作り出す断絶を強めている。ホメーロスの時代よりもずっと後になると、ギリシアの作家たちはまさに、 文学らしくするために古代の作家たちはホメーロスが本当に存在した出来事を歌ったのでありトロイア戦争は本当に起きたのだと考えていた彼らはオデュッセウスがアオイドスのデーモドコスにかけた言葉を19世紀にハインリヒ・シュリーマンがコアジアで発掘調査を実施したのも 女ジ,ジシに描かれた場所を再発見するためであった。シュリーマンがまず、トロイアと呼ばれる都市を、それから、ミケーネの諸都市を発見したとき、これで、ホメーロスの物語の真実性が証明されたと考えられた。アガメムノーンの顔をかたどったマスク、ダイアイアースの盾、ネストールの酒好きなどが、次々と発見されたと思われ、彼らもまた実在したと考えられた。 青いドスによって描かれた社会を未経年文明と同一視したのである。この文明に関する諸々の発見、とりわけ千文字 B の解読により、この説は急速に疑問視されるようになった。アカイアの社会は戦士たちによる国体なき貴族政治というよりも、メソポタミア文明近い行政、官僚支配によるものだった。は、こう説明している最近発見された。 処分書と死に書かれた内容との間には、ローランの歌とローランの時代の構成証書との間にあるのと変わらぬぐらいのつながりしかない。モーゼス・フィンリーは、オデュッセイアの世界において描かれている社会は、多少の時代錯誤はあるにせよ、本当に存在したのだと断言した未経年文明と紀元前8世紀の都市国家の時代との中間に位置する。 紀元前10から9世紀頃の暗黒時代だったのである。フィンリーは暗黒時代とホメーロスの歌、古代ギリシア、1971年でこう書いている。フィンリーの立場もまた今日では疑問に付されており、これは紀元前8から7世紀の特徴を見せる時代錯誤による部分が大きい。まず、イーリアスはファランクスに似た3つの記述を含んでいる。 ファランクスの導入時期には論争があるが、大部分の論者は、紀元前675年頃であったとしている。戦車、二輪馬車も、辻褄の合わない、使われ方をしている。英雄たちは戦車に乗って出発し、飛び降りて、足で立って戦っている。詩人は、未経年人が戦車を使っていたことは知っていたが、当時の使用法は知らず、戦車対戦車で、投げ槍を用いていた。 同時代の馬の養蜂、戦場まで馬に乗って赴もき、降りて立って戦闘していたを、当時の戦車に移し替えたのである。物語は、青銅儀時代のただ中で進行しており、英雄たちの武具は、実際に、青銅でできていた。しかしホメーロスは英雄たちに、鉄の心臓を与え、オドゥシセイアでは、火事場で焼きを入れられ、鉄符の立てる、音のことを語っている。こうした。 異なった時代から発している慣習の存在は、ホメーロス言語と同様に、ホメーロス世界もそれ、事態としては存在しなかったことを示している。オデュッセイアの旅程の地理関係もそうであるように、これは、根高による詩的な世界を表している。ホメーロスが実在したか、あるいは一つの人格であるのかといった問題は、さておき、ホメーロスが古代イギリシアにとって、 最初の最も巧妙な詩人であり、古代ギリシアは文化と教養の多くを彼に負っていると言っても誇張ではない。また、西洋文学の父として、古代ギリシアの古典期、ヘレニズム時代、ローマ時代、西欧でギリシア語の知識が部分的に失われた中世は除く。この時代、ホメイロスの文学はギリシア人が 支配階層となった東ローマ帝国に受け継がれたルネザンスから現代に至るまで、ホメーロスは西洋文学において論じられている。文学、絵画、彫刻。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。